こんにちは。ピアノ弾き語り教室講師の広島です。今回はですね、ピアノのクロマチックアプローチというテクニックを紹介したいと思います。このクロマチックのアプローチというのはですね、難しいことではなくて、押さえたコードの半音下からそのコードに行く、もしくは半音上から下に戻すという、たったこれだけの、テクニックです。ただ、実際ですね、音のテンションとかがものすごく効果的でして、特にブルースにおいてセブンス系なんかも最高ですね。今 G でアプローチするとしてですね、 G コードのサード、セブンスサードフィフス F 親指、そして B 人差し指、そして、D が5度ですね、これを薬指と、セブンス、サード、フィフス、これ並びにしたとしますね。これを例えばブルースのパターンで、というふうにずっと同じだとやはりちょっと飽きてきますよね。こういう時に使うと、今下から、上から下と下から上と両方やってみたんですけど、これを手癖のようにしておくとどのコードでも使えますので、ぜひ覚えてください。それではですね、実際にやってみましょう。右手ですね、左手はですね、いつもやっている5度6度というパターンを使ってます。右手なんですが、さっきやったように右手で、セブンス、サード、フィフスとF, B, D。これを押さえておきます。まあ、この時、前やったようなグレイスノートですね。B フラットから B へってやってあげると、フラットサードからメジャーサードへというブルージーな感じになりますね。これが、まず、一番最初にやってほしいパターン。そして、次、半音上ですね。から半音上になりますので、このコードそのまんまを半音上げるというふうになります。これですね、音的にはどう表記されるのかな、 F シャープ C で、E フラット、もしくは D シャープでもいいのかもしれないですけど、単純にですね、この音を半音上げて戻す。ですので、これは五線譜で理解するというよりは手で理解した方が早いと思います。単純に半を上からやってるだけですので、これだけでもですね、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、というふうにテンションがかかってきます。さらに半音下ですね、半音下の場合は、これに対する半音下なので、こうやってですね合わせると、音としてすると同じ押さえ方ですね、親指、人差し指、薬指で E と、どうなのかな、 B、A のシャープもしくは B フラットで C シャープもしくは D フラット、この形で覚えることが大切ですね。で、ここのリズムなんですけれども、フレーでちょっとしら、やったように、1 and 2 and 3 and 4 and というふうに
フォーエンで、次のコードの次のコードというか頭に対してシンコペーションして入るようなところもポイントかもしれませんね。ダーンとジッジッなんで、スローブルースなのだと、ツー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 半音下がで、半上がこれですね。で、さらにグレイスの音などを入れるとという風にパターンが広がっていきます。これはもう本当に頭で理解するというよりは形で理解できる、シンプルなアイデアですので、一つのコードを覚えたら半音下、そして半音上、両方を覚えると効果的です。どんどんこのパターンを身につけて、応用して使ってみてください。それでは失礼します。